こんにちは、栗恵子です。今日は涼しく、朝は寒いぐらいでした。緑が濃くなってきましたね。ここは桜並木通りなんですが、こういうとこ歩いてると蜂が来ないかね。ちょっと虫よけスプレーつけてこなかった、忘れちゃったんで、心配なんですけども、今日は曇ってますね。降るかと思ったんですけども、緑がすごい、空曇ってます。今リーガルウォーク、靴履いてるんですが、リーガル履くとね、安倍総理の一般献花に3時間歩いたんですけど、全然足が痛くならないで歩けたんで、歩くときはリーガル履いてます。歩きやすいです、すごく。リーガル、なんか工事の車がいつもね、いっぱいいるんです。植樹してますね。古い桜を切って、こういうふうに新しい桜を植えてるんですね。5、6年するとね、大きくなると思うんですけど。今日は涼しいから散歩にちょうどいいですね。今サングラスかけてるんですけど、虫が寄ってくるんですよね、メガネに。気持ちいい、足が気持ちいい。歩くと太ももとかね、ふくらはぎにこう筋肉が動くのが分かって気持ちいいですね。あ、ここのね、綺麗、緑が。すごい緑が綺麗。足が気持ちいいです、歩くと。あちこちね、この辺今、新しいお家建ったり、リフォームしたりしてるんですよね。ここもね、なんかリフォームしてましたね。伐採した木を、薪みたいに丸太にしてますね。丸太積んで、あ、ストーブつけて、薪ストーブの煙突ありますね。夕方になるとね、冬、煙、薪の匂いがするんですよね、気持ちよくて。薪ね、買うと500、600円一束って言って、少しですけどするから、薪贅沢なんですよね、薪ストーブ。うちも薪ストーブ何年か使ったんですけども、薪高いんですよ。24時間つけてるとね、すごい、もうすぐなくなっちゃうんですよ。10年分ぐらいのね、薪を、木を切った時にあったんですけどね、数年で使ってしまいましたね、全部燃やして。だからまあ、楽しむぐらい、ちょっとお茶飲んだり、お酒飲んだりするときに、夜ね、ちょっと、2、3時間とか、4、5時間とか、
そういうふうに使うのはいいですけどね、薪だけに頼って24時間使ってたらとんでもなく 薪を手に入れるのも大変だしね。薪ストーブ、あとね、薪はね、油圧の機械があってポーンってすぐ割れるんですよ、丸太さえ入れればね。あるんだけど、テレビなんかでね、薪割りって出てると、あの斧でね、人の手で割ってる、あれね、あれはね、飾り。あんなことしてね、する必要ないんですよ。5、6万のその機械でパーンと割れるのがあって、ものすごい、簡単に割れるんで、女性でも子供でもね、割ることできる薪割り機があるんですよね。都会人がね、田舎暮らしするには、こういうね、便利なとこで管理のいいとこに住むしかないんですね。まあ体力のある若い人とかね、 DIY する人とか、そういう方はね、山の中行ってポツンと一軒家でもいいんですけど、ね、私のような怠け者は無理なんですね。ここは、新幹線15分ぐらいのとこにあるんで、なんか用事があったらすぐね、新幹線で東京に行けるという、田舎暮らしって言えないような、とこなんですけどね。それでもね、こういう木の中にいると、まあ都会の家とは違う楽しみ方もあって、今小さい庭にはですね、京亭にうちはジャガイモが少しできてます。私はこんなとこにいるけど車に乗らないんですよね、公共タクシーというのがあって、家の近くに市の200円で市内乗れるタクシーが来てくれるんで、それで駅まで行って、新幹線乗ったり電車に乗ったりバスに乗ったりしてます。あ、ここ新しいお家ができてるの、前からあったのかな。結構ね、地方でもね、家が、風景が変わるんですよね。お家が建ってたりね。私はね、宝石とか興味ないんですけど、家にはすごく興味あるんですよ。子供の時からね、父が設計図書いたりして、本なんかもそういうのあったので、建築関係の本とかあったので、かもしれないんですけど、こっち見るのがね、すごい好きなんですよね。お金があったらね、買いたいんですけどね、家はいつでも宝石欲しいと思ったことないんだけど、家はね、住みたいなと思うと欲しくなって、その場所でね、ちょっと暮らしてみたくなるんですよね、すぐ。ちょっと両サイドはお家が建ってるんで、ちょっと映すことはちょっとできないんですけども、どっかのビラ、綺麗な、ここ3、4年前に建ったお家なんですけど、ヴィラなんとか保養所かなんか、会社の保養所かな、そんな感じでありますね。ここはね、皆さん綺麗、お庭綺麗にしてるんですよね。まあ全部車が止まってるんですけど、高級車もありますけどもね、庭をきれいにしてるのは余裕がある証拠なんですよね。生活が乱れて、よくね、犯罪者なんかも、写真、画像で、映像出たりし、テレビなんかでね、なんか事件があると出しますけどね、ベランダに洗濯物の、何?ハンガーとかね、
干してないのに吊るしてあるとか、あれ嫌いなんですけど、庭がね汚くなるんですよね。なぜか余裕がなくなるのかな、人間の。うちの中どうかわかんないけど、外回り庭が綺麗だと、そのうちは安定してるんですよね、生活が。お金があるとかないとかだけじゃなくて、この辺にね、新しいお家が建ってたんだけど、どうだったかな。あ、そうそう、あそこまで行ってみようかな。ね、最近ね、キャンプ場ができた。あ、そうそう、この近くにね、新しいお家できたんですよね。見たいんだけど。ちょっと、見たいんだけど。こういうところは商店とかないんで、五番の目のように道路があるんですけど、迷子になっちゃうんですね。似たようなお家っていうか、商店とか目印になるものがないからね。だから入っていけないんですよね、散歩する時も。もう知ってる道をひたすら歩くとか方向地だからね、迷子になっちゃうんですよ、私。はい、入ると。だから後ろから車が来てるんですけど、追い越して行ってくれるでしょう。あんま入っちゃうといけないから。結構ね、車が通るんです。あとね、ここ別荘地みたいなんですけど、定住してる人が多いんですね。3分の2ぐらい住んでるんじゃないかな。別荘の人もね、ちょっと東京から近いもんだから、結構週末とか来てお庭の手入れしたりとかしてる人多いんですよね。ここにね、近くに最近できたお家があるんですよ。結構大きいの見たいんですけど、近く行ってちょっと、あ、まだね、すごい大きい、まだね、あれ、お庭にあれ、なんていうの、シャベルみたいな機械、農機具みたいなのあるじゃないですか、掘るなんていうの、ユンボじゃなくて、まだありますね。いや、大きい。ベランダの方の開けてるところがすごい広いですね。お2階があって、壁はグレーで、グレーでもちょっと茶色っぽいグレーブラウングレーっていうの、屋根もグレー系で、あるんで、友達がね、迎えに来てくれるときは、ここら辺でね、待ち合わせするんですね。もうみんなね、友達、車で移動してる友達が何人もいるんで、みんな車ね、いい車持ってますよね。1台じゃないね、2、3台ありますもんね、家に、友達は。ちょっと山の方、山を映してみよう。曇ってるから、あんまり見えないけど。
倒れるんじゃないかなっていつも思うんですけどね。まあ見て回ってるのでね、この辺管理してるんで大丈夫だと思うんだけど、今ね明治神宮の再開発とか言って反対運動してる人たちがいるでしょ。それ蓮舫さんはその人たちと仲がいいんで、そのグループの支援を受けてるみたいですけど、応援を受けてるみたいですけど、木はね、あの明治神宮はね470何本伐採するんですが、新しくね植えるんですね。800何本ああいう、500何本だっけ、いや700何本切って800何本植えるんですね、植樹して。でそういうふうに入れ替えないと木は持たないんですよ、もう100年も経てばね。それで危ないんですよ、特に都会はね。明治神宮なんて言ったらもう原宿の近くでしょ。もう倒れるんで、ここでもね木が倒れるんですよ。それで家が潰れてたりするわけです、空き家なんかあったらね。ここにちょうどね倒れてる木がありますね。これはだいぶ経ってるから多分なんかでこんな風に折れちゃってるんですよね。だから緑は あっちにも倒れてるのがある。なんか緑はね、自然はね手を入れないとダメなんですね。手を入れないと、手を入れないと育たないし危険なんですよね。特に都会の木はね根が張ってないから余計危ないんですよ。それをね知らないで都会の人はすぐね自然をね木を切るなって言うんですけど、しかもね明治神宮あれ私有地でしょ、私有地一部公用高地もあるのかもしれない。確か東京都の土地じゃないって聞いたと思うんですけど、明治神宮のね自由なんですよね、はっきり言えば。反対運動してる人、何でもあの反対運動する人たちって、反対運動してそれで生活してるというか生きがいにしてるんじゃないかと思うんだけど、まあ、反対運動といえば沖縄で、玉城知事が負けましたね、この間。反対運動してる辺野古反対だったんだけども、あの知事がね、私前から思ってたんだけど、知事が反対、辺野古知事反対だけでね、他のね政治権のどうしてんのかなと思ってたんですね。だって県知事って言ったらいっぱい仕事があるでしょ。それなのに辺野古反対だけでね、して経済とかね、もっと他に教育とかいっぱいあると思うの。沖縄はね確か年収所得がランクで一番低いって聞いたように思うんですが、テレビかなんかで。そういうね生活もあるわけだから、県民は辺野古反対だけじゃないんですよね。オール沖縄って言っても本当にオール沖、全員がね、ほぼ全員が辺野古反対とは限らないわけで、経済の方にねちゃんと仕事やってくれっていう人だっていると思うんですね。何でも基地だから反対、米軍基地反対とかね、それだけでまあ県知事の役目が務まらないとは思うんですけどね。まあ他の仕事もしてるでしょうけどね、知らないだけで。だけどイメージとしては単に、辺野古反対だけに見えるんですけどね。まあよく抑止力って言うけどね、何もなしでね、周りに今だってね中国の南シナ海とかヒビリピビなんかも、なんか船ぶち当たられたり
ね、やられたりしてるでしょ。何もできなければ、簡単に国なんか取られちゃうじゃないで。国が取られたら、みんな難民になっちゃうわけだから、まあ奴隷になるとかね。そういうことですよね。奴隷になるしかないみたいな。よその国に取られるとか。いっぱい世界で見るといっぱいそういうことあるわけですよね。フランスのパリだってね、映画カサブランカの話しましたけど、カサブランカでパリがドイツに占領されて、自由なくなってね、人によったらドイツの収容所入れられるとか。つくづくね、私日本が戦争にね負けた時にね、アメリカでよかったと思うんで、占領軍が占領されたのアメリカでなくてね、ソ連だったらどうなってた。まあ虐殺もあっただし、あったろうし、奴隷にもなってるし、今だってねどうなってたかわかんない。ソ連のシベリア抑留なんかもありましたけども、あんな風にね働かされるとかね、ソ連のやり方見てるとね、共産主義って本当にね1億人殺してるって言いますけど、ソ連だってロシア革命の時すごい国民殺されたんですよね。森に逃げてる人、火炎砲で焼かれて、森で焼かれた人、農民の穀物とかを都会の方の町に出せって言って略奪したりして、なんかね、なんか共産主義私嫌いなんですけど、残虐なんですよね共産主義って。今回日本共産党と東京都知事が発表した日本連合さん、方の上の名前斉藤って書いてる人もいたんだけど、シャーレンホーっていう人もいるし、字がわからないレンホーレンホーっていうけど、と日本のね首都のね東京がなぜ外国系の、しかも中国の共産主義の、しかも日本共産党という共産党とタグを組んでね、まあ、共産党が応援してる蓮舫さんを選ばなきゃいけないかって、2つの共産主義が政治的に共産主義に親しい人、共産党と親しい人と、中国系の国籍を持ってた、今も持ってるのかわからないけども、その人ね、首都東京の都知事にねするのは私は反対なんですね。何も日本人いっぱいいるんだから、中国系の人をね都知事にする必要はないと思うんですけども、まあファンもいっぱいいるでしょうから、そういう人は外国でも日本人でも何でもいいというような人なんでしょうけど、私はそういう外国系の、まあ帰化したらね5年かなんかしたら、政治に国会議員とかでもね出られるそうだけど、5年か8年か忘れたけど、蓮舫さんといえばね、あの方のね言ってることがねすごく曖昧なんですね。曖昧、これキイチゴじゃないですかね。
きいちご。あ、いっぱい。あ、すごい。きいちごでしょ、これ。こういうのあるとね、食べたくなったりするんですけど、これはまあ、多分間違いないと思うんだけど、花を見てないから。この辺ね、腰油とか、キノコとか出るんですよ。取れるんで、私の友達がね、よく来て取るんですけど、私はキノコは取らない、もらわない、食べないって決めてるんです。田舎暮らしした時に。危ないから。そのね、もう大ベテランのね、キノコ名人が、その名人でもね、一回ね、キノコで、死ぬほど苦しんだことがあるっていう話聞いたんですよ。あ、キノコはね、よほどのことでもね、危ないんですよね。あ、ここは、あ、郵便屋さんだ。クマはいないとは思うけど、近くに川がないからね。この近く動物病院があるんですよ。それでね、動物病院の院長先生が馬を飼ってらっしゃるんですね、2頭。それ預かってる、あの北海道の畜産大学かなんかの馬をなんか管理してて、ある時期来たら返すらしいんですね。だから教育してるかなんかで。でも毎日ね、乗らなきゃいけないんで、乗るのが大変って聞いてますけどね。馬もね、この前北海道行った時にね、名馬ですけど、名馬のね、牧場行ったんですけど、馬はね、私の話しかけたらね、じーっとそばに来て、耳そば立てて、聞いてるんですよ。馬はね、話聞くんですね。人の話を。大きい丸太切ってるとかね。すごい車多いんですよ、ここ。結構。まあ、置いていても東京ほどじゃないけどね。ああ、ここも新しいお家ができてる。綺麗なグレー。周りに、この辺ね、看板もね、色とりどりかけてきちゃいけないです。あの、規制があって。茶色、看板もね、茶に白。コンビニもね、だから普通のセブンだから赤とか緑とかの色じゃなくてね、あのコンビニも茶系なんですよね。ここはね、腰油が取れたの。友達が取ったんですけど、今そこすぐそばね、お家が、新しいお家建ってるんですけど、体育さんみたいに5、6人ね、まだやってますね。もうだいぶ前からやってるんですけどね。練馬ナンバーの車通りました。上ばっかり見てるとね、森の中みたいですけども、両サイドはお家。
楽じゃないかな。お前の遊び場じゃないかな。あ、いた、馬いた。馬見に行きます。馬こんなところだったっけ。移動したみたい、この前より。馬がいた。動物病院の先生の馬、白いサラブレッドかな、牧場の預かってる馬だからサラブレッドなのかな。白い馬、白い馬、馬は暴れるといけないから、脅かしたらいけないから、ちゃんとお洋服着てるんです。馬はね、目を見るんですよね。目を見る。お、来た。お洋服かぶせて。かわいいんですよね、馬ね。まあ、北海道の名馬だからね。ちょっと違うんだけど。これも療養中なのかな。先生預かって。足にね、なんかサポーターみたいなの履いてますね。巻いてて。人間のあれみたいね。サポーターみたいに。向こうはお水飲んでる。鳥も鳴いてますね。気持ちいい鳥が鳴く。おかゆいのかな、サポーターしてるから。かゆいの、かゆいの、足かゆいの。あら、聞いてるんですよ。人参も持ってないか、あげることできない。かわいいでしょ。じっと見るの。向こうの馬はお水飲んで。向こうの馬はお水飲んで。じゃあね、バイバイ。
鳥がいっぱいここ鳴いてる。ドコモかなんかの鉄塔。ああ、この辺。あ、今草取りしてるのかな、田んぼ。田んぼなんですが、オートキャンプのそばなんですよね。これは映してもいいかな。住宅じゃない。キャンプ場みたい。オートキャンプ。新しくできたんですけど、水場とかあって、まだね、整備中みたいですけど。コテージなのかな。ガスとかエアコンの設備あって、デッキが広いですね。ここだとね、安心ですね。ここのオートキャンプだったら、私でも、一人ででもこれが泊まれるというか、怖くないですね。ソーラーランプかな、これは。電気。ここは危険なとこもないしね。いいですよね、こういうとこだとね。子供なんか連れてくるといいんじゃないですかね。安全だし、やっぱりね、安全じゃないとね、神奈川県の道志川でね、子供が小学生の9歳だったかな、出てすぐ友達追っかけて走ってたら、それから行方不明になって何年もね経って見つからなくて、なんかその彼女のなんか遺品らしいみたいなものが出てきたっていう話がありましたけども、やっぱりね、自然は危険がいっぱいあるんですよね。やっぱり自分のね能力見てしないと。集団でね行くとき、あの黒川ダム、黒川川でしたっけ、神奈川県のあれで流された時ありましたね。橋じゃない川の中須賀なんかでキャンプしてて、しかも赤ちゃん連れた人がいて、抱っこして、おぶひも持ってなかったのかなと思うんだけど、キャンプに行くのにね、おんぶひも持ってないっていうのはね、川が増水してるのに抱っこしてて流されちゃったっていう人いましたよね。やっぱりおんぶ紐持って、おんぶして、ロープ救助のロープを掴むとかね、なんか方法があったと思うんで。あとね、そういうあの近所の人とか友達とかと一緒にグループで行くときって、グループのリーダーになるような発言権の強い人の意見に流されちゃって、例えば危ないか、今日はもう増水するか行けないから帰ろうとか言ってもですね、それでさっさと帰る人はいいんですけど、なんか流されて、そういう人にね、言いまかされちゃって、大丈夫大丈夫なんて言ってね、なんか逆らって帰ることができなかったりしてね。そういうことってあるんですよね、人と行くときって。
一人でね、家族だけだったらね、その自分の判断で、じゃあ危ないからやめようって言えるんだけども、中に大丈夫だから帰らなくてもなんて言って抑えられたら反論できなくてね、まあ事故で怪我するぐらいならいいけどね、命を落とすっていうことがあるかもしれないんで、結構危ないですよね、グループで動くっていう時は。昔ね、箱根の南の方に子供連れて妹の家族とかも一緒に毎年行ってたとこがあるんですね。行ってたら夜中にね、すっごい雨の音がしたんですよ。それで普通の都会のね、音と違うので、これは危ないと思って子供連れてね、なんかあったらもうどうしようもないんで、小さい子供だから、それで近くにホテルがあるんで、すぐ近くね、ホテルだったんですね。管理事務所に電話したら、お宅は大丈夫よって言われたんだけども、その雨の音に怖くなって子供連れてね、避難するとか、なんかあったら崖崩れとかそれでホテルに電話したら、いいですよって言って入れてくれて、それで一部屋取ってもらって、取ってくれてね、でまあ楽しく過ごしたという、そういうことあったんですけど、やっぱりね、子供連れてる時はね、それぐらいやっぱり十分ね、あれしないと、人がね、笑うぐらいの用心深くしてちょうどいいぐらいなんですよね。だって自然って何があるか分かんないね。予測、人間の予測を超えるでしょ。今ね、お昼休みで大工さんたち車でね、お弁当食べてる休憩中。素敵なお家ですよ、今建築中の。電気がついてるけど、表カフェにしたらいいようなおしゃれな作りですけど、お家が建つって希望がありますよね。そこのお家ね、どういう人が暮らすのかなとか、住むのかなとか、どういう人たちが来るのかなとかね、家を建てるっていうのは希望があるからね、建てるわけでね、1年後にもうね、いなくなるとか死ぬとか、そういうなんか悪いことがあるんだって家なんか建てないですからね。宇野千代という小説家はね、70代になった時に那須の方に家建てる時に、まあ、建てるっていうか買ったのか建てたのかな、その時に1年間でも自分が住みたいと思う家だったら建てるって言ってましたけどね。もうこれで40分以上歩いたので汗ばんできました。汗が出てきた。帰ったら昼ごろ入るぐらいがちょうどいいですね。
手入れがね良すぎてね、この林がウグイスがねすごい広いとこなのにいないんですよね。なんかウグイスってヤブにいるじゃないですか。風が爽やか、気持ちいい。あれ何の小鳥かな。鳥の名前知らないから。あ、トンボ、黄色いトンボ。カメラ入ったのかな。何バイクサイドカー、なんだろうあれ、サイドカーみたいな、なんかおじさんが50分ぐらい歩いて、さすがに足がちょっと疲れて、リーガルウォークでも足は痛くないけど太ももが疲れた。木漏れ日の中です。木漏れ日、私の文学の先生は、2つ決めていることがあって、1つは死ぬまで歩く、倒れるまで歩くかな、最後まで歩くっていうか、戦争に行ってね、ちょっと足悪くして中国の方に行ってたもんで、100メートル歩くと足が痛くなって、立ち止まるとね治るそうなんで、立ち止まって1分か2分立ち止まってると、でもね、なんかそういうの先生見てもね、駅なんかで
なんかちょっと手出そうとしたら絶対嫌がるんですよ。プライド高い人だから。大丈夫ですって言って。それから歩くっていうことと、文句を言わない、愚痴を言わない。その二つを決めてるって言ってましたね。なかなか難しいですね。両方とも。すぐやっぱり、まあ、助けを求めて、車に乗るとかね。自分が、体調悪いとかなんかいろいろ嫌なことがあると、文句言ったり。まあ、他人にはそういうことないと思う。家族に言いますね、多分。愚痴を。年取ると特に。嫌ですね、年取ると。年寄りが、この前もなんだっけな、孫がおじいさんかなんか殺してたけど、もう殺したくなりますよね、年寄りがもう文句を言ったり、愚痴ばっかり言ったり、しつこくな、いつまでも、いつまでも言ってたらね、同情しますよ、私若い孫の方を。殺すほどの、もうめんどくさくなるほど。まあ、殺しちゃいけないですけど、殺したくなる気持ちもわかる。年取ると多分ね、うるさい、なるんだと思う。しつこくね。まあ、認知症かもしれないけども。もうね、10年ぐらい前に近所のね、学校の先生だった人が、埼玉から来てて別荘にしてたんだけども、こっちに定住して住んでた人がいるんですね。その方が目が悪い、なんか目が悪いって聞いたんですね。まあ目が悪いように見えないんですけども、なんか目が悪かったのに埼玉にいる時、田舎のそのこういう緑の中に引っ越してきたらね、目が見えるようになったっていう言ってましたか。この毎日ね、まあ、田舎の家は透明ガラスだからもうカーテンとかも閉めないしね、外がもう緑でしょ。そうするといつでも緑見てるから、多分目にもいいんだろうなと思って、ある時ですね、メガネ屋さん行った時に、若いねメガネ屋さん、技術者にね、その話をしたんですよ。で、緑を見てるから、いつも緑見てるから、世田谷ナンバーの車とすれ違いました。まあ、東京からここ1時間ぐらいですからね、新幹線で。そしたらね、そのメガネ屋さんが言うには、そうじゃないって言うんですよ。緑を見てたから良くなったんじゃなくて、遠くを見るからだって言うんですね。確かに都会にいるとすぐ目の前の風景、隣の家とかね、建物とかビルとかね、近いとこ見る。だけど田舎にいると遠くの森とか山とかね、ここ今、山、遠くの山、霧がちょっとかかっちゃってね、あんま見えないけど、それでね、それあってればの話ですけど、緑を見るからいいんだと私も思ってたんですよ。だけどそうじゃなくて、遠くを見るか視力が良くなるっていうか、目が良くなるっていうんですかね。でも緑もね、いいんだと私は思ってますけど、あ、なんか山椒かなんかの香りが、これ山椒じゃないのかな、違うのかな、ちょっと違う感じ、いい匂いするんだけど、
山。遠くにですね、山あるんですね。近くはないけど。この近くに新しいお家ができた。映せないけど。これ山椒。これ山椒だよ。これ山椒。絶対山椒だと思う。車が多いです。2、3分おきにすれ違いますね。車ね。風が気持ちいい。高原の風。涼しい。やっぱり地球温暖化のためにまれですね。夏はみんな避暑に行った方がいいですね。避暑地に。木屋借りるとかしてね。もっとね、気軽に貸せばいいと思うんですね。どうせ空いてる家だったら。なんか方法ないもんかしらね。夏ね、暑いところにね、ずっといて24時間エアコンつけてたらね、一軒のうちでそれだったらね、ほんといくら太陽光パネル使ってもね、追いつかないです。もうその間だけね、秘書するしかないと思う。まあ日域居住ってよく言うけど、私も日域ですけども、寒いところにいる人は、まあ仕事の都合とかでね、動けない人もいるけども、まあ一週間か一月かね、二週間でもいいけど、移住する?その間。短期移住。それで、エネルギーを節約して、だって東京圏で、あの暑いとこ24時間ね、エアコンつけてる人たちが、例えば一週間ずつでも、いなかったら、東京の人口、ずいぶん違うと思うんですよ。エネルギーの量が。いないのが一番、節約するったってね、知れてるから、つけないわけにいかないしね、暑いのに。絶対。まあだからここもね、家が増えてるんだと思うんですけどね。素敵なお家が。私がここ来てからももう新築した家がだいぶ増えてますよね。何軒あるんだろう。やっぱり秘書に24時間エアコンつけるようなお家は秘書に行く。脱出、移住、短期移住。まあ2週間ぐらいね、いないと随分節約なんじゃないですかね、エネルギー。車来ました。映しちゃいけないから。
鳥の声。ね、ちょっと iPhone じゃないから色が悪いんですよね、このアンドロイド。ここで撮影終わりにします。